バッテリーが積まれておりまして電気で動いております。またその前方に見えますプガンという、ね、左側に見えますね、うん、こちらはですね、去年出航した船で、55人乗りの最新鋭の船でございます。平日はですね貸し切りの運航となっておりまして、動いておりません。この白いフレームの部分はね富山の主要な船を持っておりまして太陽光で、動いております。この冠水公園はですね、広さが 9.7 ヘクタールございまして平成23年に、ほぼ完成いたしました。今左手の方で作っておる建物は富山県美術館といいまして、今すでに近代美術館というのがあるんですがその美術館がこちらへ移転してまいります。来年春にはオープンの予定ですのでぜひまたこの運命に、お越しいただきますようお願いいたします。ちょっと話が中断しましたが、この運河の全長、橋の幅も広くしておりますけれども、今、工事中の橋でございます。歩いたり、する人が、多く見かけるのがこの運河の特徴ですね。自転車は通行できないものになります、広告人権パーク公用の社宅とかですね、公園とかそれから体育館とかそういうのを持った一大企業城下町でとして栄えたところでございます。今ではですね、住宅街としてね、この運河沿いに多くの住宅が建っております。中島公園が見えてまいります。まもなく正面に見えてくる、黒いものが見えますが開いてきましたかね。右側の7つの水門は、放水路となっています。これは常にこの運河の水を 2.5 メーターの水位に保つための設備でございます。今から黄金の中、皇室に入ります。従いましてここまでは川の水ですね。真水が入ってきます。
ますが、この皇室から下流につきましては海水が流れ込んできています。これはあの船が完全に入ったら閉まるようになる。あのそこの操作室は後でご覧いただきますが、操作室で操作しております。開閉だけを操作して、これ完全に閉まりましたら、今度は下流の方へ向かって水を放出することになります。この門の水面下にですね、両脇に下がっていってる水面。この皇室の規模は奥行きが60メーター、幅が9メーター、高さが6メーターあります。だいたい小学校のプール3倍分がですね、約5、6分で、この場合だと出されることになります。この設備が約80年前に作られた、そのものを今実際に体験していただいているわけですね。それと水門の開け閉めですね。この水面下に通水口があるものですから、もう間もなく開くかな。正面に見えます橋は国道8号線です。この辺りから公園まではですね、都市未来計画の中で公園の整備が、ね、なされておりましたけども、ここから先岩瀬までは
当時作られた植生のままになっているんです。ですから、まあ、景観が綺麗なっていうとここまでになります。北小学校という小学校がこの近くにあるんですけども、子どもたちがこの公園で見たり聞いたりしたものをこういう新聞にして作っているんですが、平成26年9月にはですね、カマイルカを見ましたというのがね、この校門の近くで、体長が2メーターから3メーターあるイルカが来てましたという報告があります。まあ、そういうことで、海からの生物がこちらまで来ているということです。これ使うんですか？これで帰っちゃうんですね。ここをですね、もう一回体験していただきまして、この後操作室をご覧になって、それから帰ります。今すごい小さい建物がありますが、ここが操作室。川の水位を保つためにも、昨日こっちに行ってすぐ立っていた今の幅に入れると向こうから車が当たり合った、あとここ閉めて吸い上げていく、そんなところにも。あ、どうでしょう。これどうしたの？今度あげる。鉄板に通してハンマーで止めて作ってあります。1万5000本の量が打たれていると思います。また真ん中の柱はヒノキの木を使って、まあ堅牢で劣化するものをね、しないものを使って、まあ、閉じ込めております。まずは5時以上ここに入っていきます。今水が入ってきました。これは真ん中に波立ってるんですが、入り口は両方のサイドにあるんですね。それがちょうど真ん中にぶつかるような形でね、水が出てきてます。今度はこの黒い線のところまで水がね、来たら、そこをつけますので、10分間で休憩します。ちょっと我慢なんかに。この船が接岸しますので、その後こちらにあります操作室をご案内します。ちょっと。休みに耐えるんだって。こっちもはい、話しますよ。はい、ありがとうございます。はい、出航します。近いところかというとですね、
当時日本に2台しかなかった、エキスカベーターというね、外国製の掘削機、大きい掘削機をですね、この地域に入れまして、田んぼとか畑とか荒れ地だったところをですね、県が買い取りまして、直線だからこれ直線状になってるんですね。おまけに中島まで、そしてエキスカレーター2台を入れて、蒸気機関車をここまで、通してですね、一気に、まあ、4年ほどかけてですが、川の埋め立てを117ヘクタール埋めたんですね。そのためにこの運河ができたわけです。ですから駅からわずか10分のところ、しかもジーンズ川に並行してこの運河が掘り進んできたわけです。だから、通常運河というのは川と川とか海と海とか湖と湖、なんか とにかく交通の手段を良くするために作られる運河がほとんどですよね。ですけどこの運河はですね、市街地を一体化するために掘られた運河なんです。ということでちょっと目的が違うんで、特殊な事情があります。それで、今あります富山県庁ですとか、ずっと意見は富山中央警察署だとか、今日テレビでやっておりました電気ビルですね、あの辺りまでを埋めて、埋め立てた。非常に富山のもちろん市役所もそうですけど、ね、広い、河川敷を埋め立てたと。このここの土を掘り返してですね、蒸気機関車でトロッコで、運んで埋め立てたというのが一番の目的です。ですけど富山の先人たちはそれだけでは終わらなかった。明治27年にはですね、京都に、発電所ができて2年後ですね、わずか2年後にですね、大沢野という、ジーンズ川の上流に、ダムを作りまして電気を発電を起こしました。だから北陸電力の本社がここにあるというのは、電力事業にこの岩瀬にある北前船の事業主、それから売約で儲けた事業主が資本を出資して電力会社を作ったわけです。そしてその安い電力をこの運河一帯に持ってきて工場を誘致するというのが第二の目的だったんですね。でここに、広告人権パルプ工業とか、それからアルミの製錬で、先駆けとなった昭和電工ですとか、あるいはまた住友金属とかっていうそうそうたるですね企業がこちらへ出てきて、昭和の10年以降はですね、新潟には劣らない、北日本一二のね近代工業都市になったわけです。まあ料理の鉄人酒井宏行さんのプロデュースの少し高級なレストランになっております。あのレストランでもあの結婚式が行われたりしまして、これから、先ほども見ていただきましたように、結婚式の前撮りがですね、この公園一帯で盛んに行われます。今富山市でも一番人気のある、結婚式場となっています。特に駅から近いと、それからまた公園が素晴らしい、この2つがですね、この結婚式場の魅力だと思います。またこの公園のシンボルであります 天文橋という橋が見えます。で、タワーになっておりまして、3階までエレベーターで上がることができます。で今日ぜひ見ていってほしいのがですね、ちょうどこの正面、まあ、いや左側になりますけども、北アルプスがきれいに見えます。この北アルプスがきれいに見えるっていう日はですね、月に1回か2回ぐらいしかありません。特に冬はきれいに見えるんですが、これからはですね、
天気が良くても山の方が霞んでいるという状態が多いんですが、多少これは朝からの風でですね、雲が全くありませんね。ですから3階まで上がっていただいて、北アルプスを眺めていただきたい。それで、北アルプス のパネルがですね立ってありますから、具体的にこれが何の山かということが分かると思いますので、ね、ぜひ、帰りに、帰っていただきたい。またこのタワーの両サイドにですね、58メーターの長い赤い建物が付けられておりまして、恋人たち。まもなくこの水上ラインも終わりに近づきます。今お一席空というのが岩瀬の方に出ておりまして、平日はこの船と2本で営業しております。おかげさまでつい1週間ほど前に、1万5000人ですかの乗客を達成いたしました。